8年前3月11日この日から本当に全てのことが変わってしまいました。我々は当時何から手をつけていいのか全くわからない状態でした。初めに我々の背中を押していただいたのは浜田前総長、それから東大本部の方々でした。震災から2ヶ月という短い間に電気、水道、ガスを復旧していただき、3階部分の研究室を使えるようにしていただきました。お前らはお前らのやれることをやれと背中を押していただいたというふうに感じております。その後も文部科学省からは東北マリンサイエンス拠点形成事業ということで、復興の科学、生態系の回復を、研究せよということで、背中を押していただきました。また大津町または赤浜地区の住民の方々が多くの協力、多くの励ましをいただき、今日この日を迎えることができました。7月20日は東北巡行を終えた明治天皇が明治丸で航海し横浜に到着した日で、長らく海の記念日とされてきており、平成7年には海の日として祝日となりました。その後海の日は7月の第3月曜日となりましたが、このように海と縁の深い7月20日に新しいスタートを切れましたことを誠に嬉しく思います。海洋国家として海からの恵みを受けながら、時として災害にも見舞われる我が国にとって、津波で被災しながらも復興に貢献するための調査研究活動に尽力され、この度復興を果たした本センターの存在は重要な意味を持つものです。完成した新島の下、沿岸海洋研究の国際的な中核を担う研究拠点として、また三陸沿岸地域において地元の海を知ることのできる身近な施設としてさらなる発展を期待しております。岩手県では2019年度からの10年間を計画期間とする次期総合計画の検討を進めていますが、先般公表した素案におきましては、東日本大震災津波の経験に基づき引き続き復興に取り組みながら幸福を守り育てる希望郷岩手の実現を基本目標に掲げております。復興にあたりましては、三陸の海が持つ多様な資源を生かしていくことが重要であります。今般新たな研究施設が整備されたことで、基センターの調査研究が岩手の水産業をはじめ世界の海洋に関わる多くの方々に一層貢献をされるよう大いに期待いたします。でどうしても我々としてはですね、実学志向が強いわけだ。養殖をどうするかとか、サケの海域をどうしたら増やすことができるかとか、あるいは商品開発をどうしたらいいか、そういうことを焦点に研究をしているわけですが、やはり東京大学の得たデータあるいは解析、そういう科学的な知見というものを我々も活用していただいて、今後の地域のですね、水産業あるいはもっと大きい意味で言えば、地球環境の問題を一緒に考えていくということが必要になろうかと思っております。東日本大震災津波では施設が壊滅的な被害を受け、大変なご苦労を経験をされ、町におきましても中央公民館の一室をご提供させていただくなど、施設の再開に向け協力してまいりました。比較的被害の少なかった旧研究棟3階での活動再開を経て、平成30年3月には同じ赤浜地区の高台で共同利用研究が開始されましたことは、皆様が一丸となって立ち向かったからこそ、あの難局を乗り越えられたものと大変嬉しく思います。地域の知恵袋的存在になる、あるいは地域の皆さんに、大津市の海のことをもっと知っていただくと、さらにはよそから大津市に来る人たちに、気軽に立ち寄っていただいて楽しんでいただく場所を作りたいと、
そういうふうに考えまして、旧センターの敷地、これから水槽実験施設を整備する予定ですけれども、それに併設して海の勉強室と称する小さな展示施設を開設する予定です。70平米ほどの小さな施設なんですけれども、センターで行われている研究の紹介、大槌湾の環境や生物の解説、標本展示、それにタッチプールとかですね、ウミガメの生きたウミガメの展示などを常設しまして、まあ、ここに来れば海のことが一通り勉強できると、そんな場所を作りたいというふうに考えております。今後のそのセンターの研究展開につきましては、先ほどセンター長の方から決意表明があった通り、多分2つのキーワードがあるのかなというふうに思っています。1つは国際拠点、真の意味でも沿岸海洋研究の国際拠点をぜひ目指していただきたい。私もその一員ですので、微力ながら尽くしていきたいと思いますし、もう一つは地域との連携、とりわけ新しく始まりました、なんだっけ、海と希望の学校に参陸の推進を通じてですね、地域の方々にとっての、まあ、いろんな意味での拠点になるといいなというふうに思っています。